皆さん、プレイこんにちは、ナイステです。元気ですか皆さん。今日は私は鹿児島で動画を撮っています。で今日はね、鹿児島に住んでいるヤーナと、はい、まあいろいろね話したいと思います。黒子、自己紹介お願いします。皆さんこんにちは、私はロシアから来た大迫ヤーナと申します。お、はい、桜島はこちらに噴火してますよろしくお願いします。そう、ロシア人 でさらに、そう、どこから来た、ロシアの、あ、ロシアのハバロスクから参りました。そう、めちゃくちゃね、私のふるさととまあ近い、まあめちゃくちゃではないけど、うん、まあまあ近い、ロシアの距離、そうそうそうで行くと、うん、だからね、いろいろね共通点があって、うん、でまさかね、鹿児島で出会ってなんか奇跡みたい、偶然面白い、うん、で、ヤーナはね、もう長く日本に住んでいて、どのくらい、ちなみに2日後は16年になります。長い、もう大先輩全然そんなことない。ちなみにいろいろ知ってますので、よく知ってますから。いや、でも私より絶対いろいろ知ってるから、できる限りだけで日本語を、ロシアで勉強しました。あるいはですね、これは超面白い質問ですなんでかというと、日本に来た時は、住みに来た時は、日本語はあまり喋れなかったんです。まあ、1年間だけは日本センターという施設は学んだことはありますが、でも挨拶と、挨拶しか分からなかったんです、実は。あ、そうなんだ、はい、日本になんか興味持ち始めたきっかけは何だろう。コウノトリです。コウノトリ通りですね。ちょっとその話もっと詳しく知ってください。はい、ロシアでコウノトリとどうなった、あ、どうやってねよくね、聞かれてる時は、日本にどうやって来ましたかっていうね、質問によく答えるのは、コウノトリの背中に乗ってきましたっていうようなことは言ってますいいね、なんか本当に魔法みたいな今奇跡ね、奇跡っていうか魔法っていうか、まあ、詳しくっていうと、実は私二十歳の時は大学生であって、あの時は英語を学んだんです。まあ、英語は専門でしたんですが、でそしてものすごく通訳したくて、そして知り合いは、日本からコウノトリの専門家がやってきますので、そしてそれは科学者ですので、英語はペラペラですから、ちょっと通訳者として勤めてみませんかっていう、ね、誘われて、はい、やりますって本当に有名だね。だって日本語専門ではないの、ね、ですよね。はい、その通りです。いいね。でそこで、通訳として働いてて、そうですね、コウノトリに関するなんか仕事をやってて、そうですね、はい、ちなみに、まあ、ちょっとだけプロジェクトに関しては喋りますが、うん、まあ、もちろん、うん、大丈夫です。その、日本とロシアを結ぶというプロジェクトだったんですが、主に自然保護に関するプロジェクトでした。うん、まあ、もっと詳しく、ね、言わせていただいたら、コウノトリについてっていうね、うん、日本では、なんでかというと、なんでコウノトリですね。なんでコウノトリ、実は日本ではある地域があって、うん、それがもし城崎温泉というご存知の方は多分よく想像できると思いますが、それは兵庫県の北の方にある地域ですね。で、日本、ちなみに日本海に面しているところですね。雪、冬になると雪がものすごくよく降っているところですね。寒そう。はい、でも夏になると鹿児島より暑いです、はい、珍しい地域です。はい、でそこで昔からコウノトリがいっぱいいて、でも第二次世界大戦の後はなぜか絶滅しました。で、はい、でも日本はすごく生態という自然に関してはものすごく優しいですし、自然を守りたいっていうですよね、その動きは結構目立っていますので、ロシアよりね、ロシアはこういう点で学ぶべきだと思いますね。で、そしてコウノトリはなんで絶滅しましたっていうかね、いろんな勉強というか、いろんな調査が行われまして、そして分かったのは、コウノトリはもともとロシアから渡ったんです。渡り鳥ですので、はい、そしてまた再導入したくて、だからロシアに行ってみようかなって思って、そして、そしてハバロスに行った、はい、その政府のレベルで契約を結んで、
はい、はい、そして日本の科学者はコウノトリのヒナを受け取るためにロシアに来たんです。で、あの時は私は通訳手として役割を果たしたっていうことですね。わ、すごい、はい、めちゃくちゃいいプロジェクトに携わったじゃん。まあ、珍しいっていうのはね、珍しいです。珍しくて面白い、はいはい、誰も信じられなかったんです、うん、なんかね、まあね、コウノトリのプロジェクトってなんか言われたら、ね、なんかまあ珍しいからね、そう、頭に浮かびにくいんですね。なんかお話じゃないんですかって聞かれたことはあります。なんか嘘っぽい話ではないかなっていうか、全然全然大学では、ロシアでの大学では誰も信じてなかったんです、なんか自然保護区に行かないといけないんですって、なんで、まあ日本からの科学者がやってくるのでって、なんで、誰のために通訳するって、クマのため、違います、違います、サボりたいんじゃないで、その通り、その通り、サボりたいんかなとか、もちろん先生に1週間から2週間まで の, ね、休みを取らないといけないとね、欠席をしますっていう発表した時はものすごく問題になって、そう、先生はあの時はあまり信じてくれなかったんです。そう、はい、その時はまだ、まあ、そのコウノトリに関する仕事をする前に、ね、縁になったんですね。その日本とどうやってね、日本にね、最初の質問がね、日本の関係とかね、その前は日本にあまり携わったことない、ね、そうですね、まあ、日本は近いというのはだけは知ってて、いろいろ私 本を読むのが好きで、ちなみにその初めて私は科学者を初めて会った時は、その日本から来た方で初めて会った時はものすごく聞きたくてたまらない質問があったんです、それがなんで日本の昔話にはハッピーエンドがないんです、ないのっていう質問でした。で、本当に例えば小太りじいさんという昔話があって、そこにはハッピーエンドはないんです。どんな子供の頃は日本の昔話があって、読んだ時は泣いてたんです。なんかなんで日本の方はハッピーエンドを作らないのとか、もし将来は日本人に会うときっと聞きますと思って何答えてくれたんだろう。まあ、それは現実とかリアリティ、それで調子に乗ってっていうのはね、でも良くないんですっていうのは同じね、学ばせたいので、アンハッピーエンドが起きないように、そう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 、ハッピーエンドはちょっと甘すぎて、という甘いっていう感じがあって、だから、という結構知恵、そう、知恵にあふれている昔話です。じゃあ子供のための昔話ではないんですねっていう、まあ、でも子供の頃からちゃんとね、はい、その通り、良くないことやったら何が起きるか、その通りです、その通り、調子に乗ってしない方がいいですっていう、しっかり考えて行動するっていうのも、私はあんまり日本の昔話読んだことないので、知らなくてとても面白い。また今度は、また今度は、あまり読まない方がいい。ハッピーエンドが好きなので、好きよ、私もハッピーエンドの派。そのプロジェクトに携わって、はいはいはい、日本に興味湧いてきて、でその後はじゃあ日本になんか行きたくなった。もちろんそのプロジェクトは結構4年間ほど続きまして、そして日本にも行ったり来たり、あとは日本からの科学者もグループみたいな感じで行ったり来たりして、そしてものすごくフレンドリーみたいな感じになったんです、最初はもちろん結構フォーマルな場面で出会って一緒に仕事をするというところだったんですが、でもどん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 、まあ、もし想像してみたら自然保護区にいるときはいろいろ思いがけないことも起こりますし、たまになんと自然と戦うとか慣れるっていうのもあって、それはちょっと大げさに言ったんですが、でもまあ、そこで例えば水道もないし、きちんとしたトイレも設けてないし、本当に野生自然の中にいますっていうなんかシャワーも設けてないですし、例えば、ロシアの大河で、はい、息なんていう、そう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 、体を洗いたかったらどうぞ川が流れていますみたいなそして日本の方もものすごく、そうそう、その通りです、サバイバルの感じでした。だからそこでこんな厳しい状況に、まあ、ちなみに夏だったんですが全然寒くなかったんです。あ、よかった、それはね、言うのが必要です、ね、でそしてものすごくなんていろいろ乗り越えて、まあ、多分これはふさわしい言葉だと思いますね、乗り越えてものすごく友情が固まります。まあ、確かにね、縁もできますね、一緒にね、大変なことを、ね、はい、乗り越えると、はい、その通り、もう友達になるね、なります。でそこで友達になって日本にも来ることに
あの日本にも行くことになって、うん、素晴らしい国だなと思って、どん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 日本についても知ってて、あとはあの、まあ、あの日本の方とあの仕事をしていますので、うん、日本語を勉強してみようかなと思って、あの時もあの日本語を勉強し始めたんです。あ、それは日本、うんうん、そう、まだロシアにいた時、はいはい、でその後は面白いことが起こりますね。あの、なんだろう、あの科学者の中にはものすごくなんていうあの優しいあの人がいて、そしてなんていういつの間にか覚えてないんですが、カップルになって、まあ、愛情が生まれたわけですね。そう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 、初恋とはなんかあの初めてとか見た途端とかね、あの、うん、あの気に入ったというところではなかったんですが、やっぱりあのいろいろ乗り越えたところからあの愛情が生まれたっていうことでした。なるほどね、うん、素晴らしい。褒めてくれるとくれます。いや、素晴らしいと思います。もうそんな、うん、あの歴史？人生の歴史。そう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 。で、それで日本に来たって感じかな？はい、あるいは日本に来たのは仕事で？日本にあの、まあ、仕事に関する時も行ったこともありますが、うん、でも2005年になると9月はあのコウノトリのリリース、うん、あのっていうなんていうアニバーサリーみたいなものが、あの初めてコウノトリが空を飛びますっていう、あのそうそうそう、日本の空、そうそうそう、絶滅したところからもう、うん、あの日本の空を自由に飛べるようになりますっていうイベントが行われまして、その時もあの私は日本に住むことになったんです。 あれ以来ね。最初はどこに住んだ？日本の。ちょうどそのコウノトリのいるところ、あの豊岡市です。兵庫県の豊岡市です。もう本当に縁があるね。ありました、ありました、ずっとコウノトリと一緒に、はい、あの持ってきたコウノトリと一緒に運ばれた。そうそう、川のコウノトリに運ばれて、飛行機のチケットもいらなかったし節約できた。まあ、コウノトリは確かですね、ビザも何もいらないしね。あのこのコウノトリの背中で来た、やってくれた。ねのような感じ。私の昔、私からの昔話ですね。いいね、はい、で今は鹿児島に住んでいて。そうですね、はい、もう何年くらい鹿児島にいるのかな。ちなみに主人はあの鹿児島出身の方ですので、だから去年はちょうどあのコロナが始まった頃は、うん、ちょうど引っ越ししたんです、うんうん、ああなるほどね、うん、そう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 、そう1年、そうですね、1年ちょっと、うんうん、はい、ここで鹿児島で何やってる？なんかそうですね、あの今は全然コウノトリに関する仕事ではなくて、コウノトリを売りに行ったか。全然あのもうあの役割を果たしましたみたいな感じで、はい、私ももうミッションが、ね、そう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 、ミッションクリア。でそしてあの日本に来てから、私にもあのあ日本にてあの鹿児島に来てから、うん、あのずっともう一つの興味があって、ずっとあの、まあ、通訳者という、うん、あのとかあのガイド、コウノトリに関するのバイリンガルガイドというような仕事もしてて、うん、あのでも鹿児島に住むことになって、もう一つ のやりたいことを活かせようかなと思って、実はそれはあの服のコーディネーターというか、うん、ファッションスタイリストというか、なんか全然違うね、インテリアの、はい、あのインテリアデザインをする人として、あのやってみたいなと思って、うん、まあ、2つの資格を持っていますので。すごい、はい、それは日本で勉強して、うん、そうですね、はい、あすごいね、はい、ゼロからね、日本語で勉強して、はい、そう、うん、そうそう、日本語はあのちなみにあの学校に通ったわけではなくて、あの、最初はあの多分あのあるあの外国人はたまにあの行く、施設なんですが、あの市役所、あの市役所に関する施設なんですが、それは NPO 法人です。で、例えばあの外国人は全然日本語は分からなくて、でも日本に暮らしている人がいますね。そのためにあのこういうような学校、まあ、日本語学校みたいなもの、あのでもあの、まあ、設けて、でも先生の方々は、その学校の先生の方々はみんなあのボランティアの方で、まあ、あの給料とか全然あの金銭はっていうか形ではないんですね。あの無料っていう、まあ簡単で言うと無料っていうんですね。こちらも何もあの学びに行くところなんですが、あの授業料も払わずに行きます。まあ、印刷、あの例えばプリント代ぐらいならお支払いがありますが、ものすごくあの日本の方の優しさを浴びながら学んだっていう形ですね。特に文化に関するね、日本の文化に関するの。知識とかあの漢字とかですね、うん、そうそう、息に入ると迷子にならないためとか。確かに。
その先生、はい、のおかげで、あの、いろいろ勉強できたね。できました。はい、本当にあのこちらは特別なことをやったわけではなくて、多分あの先生のおかげだと思います。優しい。なんかちなみに私はこういう施設について何も知らなかった。あります。各ところどころにはあの各町にはあのあるはずです。なんていう国際交流みたいな形で行われていますね。なるほどね。ここでね、あの、はい、鹿児島での生活はどう、はい、なんかあの例えば兵庫と比べたら、はい、生活ですね、全然違います。全然違う。違います。はい、あのまずは気候から始めると、うん、ね、クライマッチってことは、うんうん、全然違います。とあのさっきあの言ったように、あの兵庫の北の方には冬になると雪がたくさん降りますが、うんうん、でも夏は非常に蒸し暑くて、うん、あのまあ、倒れるぐらい蒸し暑くなりますね。本当にあの外国人の私にとっては最初はものすごく耐えにくかったんです、うんうん、だよね。はい、でも鹿児島は面白いことにもっと南に、ね、日本の縦の長い国ですので南の方にありますね、うん、で、まあ、言うまでもなく、でもなぜかあの鹿児島にやってくると夏はあの金庫湾というか、あの太平洋側からそよ風がふあのあそうそう吹いてるので、結構あ気持ちいいとかよく思っています。そして、うん、ちなみにね、私は東京から来たんだけど初めてね、あの鹿児島に来てめちゃくちゃびっくりして、めちゃくちゃ暑い、もうサウナみたいな感じで、それでなんか涼しいって言ってる言ってるやんの、まあ、あれ、まあ、同じ鹿児島にいるの、まあ、ちなみにサウナってはふさわしい言葉だと思います、うん、なんでかというと鹿児島での空気は乾燥してるわけで、暑い時は本当にサウナの効果、まあ、サウナの中にいるという効果なんですが、うん、でも耐えやすいんじゃないですか。なんかあの、そう、私は今日死にそうだった、うん、もう本当にすごく暑い、晴れてるじゃん、うんうん、今日は。ですごく暑くて、日差しも強いんですね。そう、もうこん、うんうん、あのフライパンの上で焼いてる、焼いてる感じ、あの卵焼きの感じだった。あと豆焼きってこんな感じかと思って。豊岡に行ってみたらこちらの気持ちがよく何となく分かると思います。本当に本当にそこもちょっと行ってみようかな、はい、比較のため、はいはい、また将来一緒に案内しますから、一緒に行ってみましょう。そうです。その通り。日本に来た時にも、はい、あのもう住み始めた時に日本語をあまり知らなくて、はい、その通り、なんかびっくりしたことあるのかな、はいはい、あります。あります。ですね、実はあの飛行場であのびっくりしてるところがあります、まあ、飛行機を降りると、ね、あの空港の中に入りますね、うんうん、そこでものすごくあのびっくりしたのは、あのまた質問あのみんなにしたいぐらいはびっくりしたんです。なんで日本の空港がものすごく静かですかっていう、あのロシアのイメージでいくとワイワイガヤガヤ、みんなあのなんて泣いたりとかハグしたりとかいろんな話をしてます。まあバイバイ、あのなんかいつ今度また今度ね、その通り大きな声で喋ったりしますが、それは、まあ、あの人の集まってるのところですし、あとは、まあ、最後の挨拶っていうもなってる人もいるし、結構女王の熱いところ。そうだよね、言われてみれば確かに、はい、でも日本ではシーンっていう、もし蚊が飛んだらその音が聞こえるっていうくらいその音が聞こえるぐらいはものすごく静かで、なんでものすごく違和感がしました。ちなみにその空港はあの新潟空港でした。新潟空港。はい、その印象を受けてもらった空港は新潟空港でした。確かに、でもあの東京の成田とか、はい、成田空港、はい、確かに静か、結構静かです。多分成田の、成田とかあの羽田の方がもちろん大きな空港だと思いますが、あの新潟空港は少し小さめですので、多分そちらではものすごく静かなんですが、でも、うん、結構静けさで目立っています。もう一つは、うん、あのトイレの中であるスリッパです。それな、私はねそのスリッパも私びっくりした。そしてさらにそのスリッパ入ったままあの出たことあるよ。その通私はあのお客様の時はあのなんてあの家あの日本の方の家に誘われて、うん、トイレに入ってみるとなんか面白い下駄みたいなサンダルっていうスリッパがあって、あ誰かあの、まあ、結構あのそうそう忘れだと思ってその下駄を持ってきてみんなに誰かのスリッパですかって聞いて、それ恥ずかしいな、恥ずかしいです。そしてその持ち主はやめてやなやめて、それはトイレ用のスリッパですって、それものすごくあのなんていう恥ずかしかったんです。
気持ちはでもいい経験でした。私は同じようにあの友達の家に来たことあって、はい、でそのスリッパ履いたままあの部屋に入ったよ、はい、なんか最初は、ね、はい、スリッパ履いてあまり量だと、ね、なんか分かってたんだけど履いてでもなんか忘れちゃって、そのまま出て、でそのあと、ね、あれトイレ用のスリッパはどこってなんか聞かれて、あれあれあれ私かこちらですよねですよね、これはね恥ずかしい、うん、清潔感用のスリッパですよね、うん、その後で、うん、そうそうそう、わかりましたけど、ロシアはねないね、ありませんありません、うん、まあ、カーペットね、カーペットがありますから、あそうだね、うん、あとは日本での あの入り口のあと玄関というところでもあって、そこで家の中に入るとなんか段差があるんじゃないですか、ね、それも面白いんです。結構私はその段差の存在を忘れてしまって、つまず何回もつまずいたことはあります。もうそうそう、主婦の生活をしていた時もあの例えばいっぱい買って、うん、まあ、子供のためのおやつとかあのその袋を持ってて、その段差をつまずいて何回も何回も手を焼いたことはあります。よかったね、うん、なんか何も怪我しなくてそうですね、そうですね、でも今はよく意識してます、その段差の存在、うん、あでも何回も何回もね、はい、それつまずいたら、うん、でもあのその段差のあることはものすごくあの賢いっていうかあのスマートっていう考えだなと思って、なんでかというと外からのホコリとかね、汚れはあの家の中にね、あの、入らない、運ばない、そう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 、運ばれなくなりますから、ロシアでもねあのそういうような段差があったらいいなと、そうよく考えたことがある。ロシアでもあの一応、はい、家に入るときに靴を脱いで、そうですね、まあ、スリッパとかもちろんもちろん、ね、あのなんか、うんうん、アメリカとかで、まあ、分からないんだけど、そうなんか、そう、外国ではあの、ね、靴は脱がずに入りますね、そういう、でもロシアは、うん、あの日本と同じようにちゃんとあの外の靴を、ね、うんうん、脱いで、であの家に入る、でも、はい、そういう段差がなくて、はい、なんか普通は入り口用のカーペットがあるね、うん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 、でもね、たまにそう砂だらけそう、特に冬になるとね、なんか結構外はあの泥とかね多いから、はいはい、そうだからそう、泥とか雪とか、ね、うん、そういう段差があれば、ね、あったら、そうそうそう、よく思ったことあります、うん、日本の知恵は素晴らしいなとか、うん、ちょっとね、見習わない点が多い、ね、その通り、はい、またそのあの自然に関する、ね、気持ち、うん、第一あの段差のね玄関での第2 第3があるのかな私、なんてあの人の集まるのところで静かに動くっていうのも、それもある面にはね、人に迷惑をかけずにっていうね、動くっていうのも文化も盛んだと思いますので、 ある面ではあの最初はちょっと違和感しましたんですが、でもやっぱり日本で住んでみるとやっぱり人にも迷惑かけない方がいいんだなと思って、うん、そうだね、だからその文化を身につくんだよね、うんうんうん、そうそう、その通りです、うん、身につきます。だからロシアに帰る時もあうるさそう思っただから他の人の存在感というのもあの見習わないとね、そうそうそう、いやめちゃくちゃ話が面白かった、いろいろ話してくれてありがとう、いやアナスタシアのおかげでアナスタシアいやあなたの名前は全体的に好きですからね、綺麗、うん、いえいえ、はい、誘ってくれてその面白い話もさせてありがとうございます、賛成してくれてありがとう、嬉しいまさかコグシマでね、あのそうそう偶然に会ってわ面白かった、うん、では皆さん、あの今日の動画はここまでになります。もう結構たくさん話してて、あの皆さんも動画面白かったらとても嬉しいです。私はねすごく面白かった、うん、特にね、うん、あのコウノトリの話で結構珍しくて、なるほどなるほど、あとびっくりした点ね、あの、うん、結構独特で、あの初めて聞いた、はい、うん、そう面白い、あよかったよかった、はい、だから皆さんも面白かったらとても嬉しいです、うん、はい、はいはいはい、皆さん聞いてくれて今日の話ありがとうございました、はい、じゃあまた会いましょう。パカパカ、はい、パカパカ。